さてまた戻るぞ。石炭がね、しまうとこないんだっけ。銅鉱石、これ石炭でしょ。銅鉱石、銅鉱石炭がちょっと200万だとあぶれちゃうのか。石炭、銅鉱石減らしてもいいかもな。石炭、そうだね、使ってない。ここ結構銅鉱石来てねえな。ここまるっと手の方が早いか。これどうなんだろうね。石炭にしよう。石炭で、いや取った方が早いか。石炭、石炭で、わーっと下が石になってんな。ここ石なのか。なんか不思議な入れ方やってんな。石炭ここで何をしたいかというと、ここの石炭減らしたいんだが、いや大変だぞこれ。またやんの。それはまた後日やろう今度。ああよし、じゃあまずこっちやろう。さて今手を加えたところはどうでしょうか。プラスチックが足りているのか。足りている、電池は足りているのか。めっちゃ足りてる。硫酸足りてるのか。もう足りまくり、足りまくりっていう日本語あるのか。これがあれ、なんか止まってる感がする。あれなんか爆薬ちょいちょい持ってかれてんね。何に持ってってんだ。まあいいか。でレンガが足んなかったんだよさっきな。組み立て機は多分もう足りてるんじゃないか。こんだけあれば。はい、行っちゃうよ。こう OK ね。これいらんね。どうだい、増えてきたね。掘削機はあどうだっけ。掘削こっちか。うん、待って、あこれか。あ掘削機、青用か。青用の掘削機2000多いな。ちょっとあれ減らそうか。枠広すぎたね。これか。こんないらんね。3個ぐらい ?3。めっちゃ多いな。全然溜まってるじゃないか。ほい。はい、足りてる。足りてます。足りてません。主にレンガ。よし、これか。マジか。レンガ足んねえとか。本当に？そうか、レンガか。ああ。こう？溜まるぐらいになってくれたらいいんだけどな。レンガって結構時間かかる系？ 3.5 秒。石2個使って3.5 秒。これはやっぱり別途必要かね。
これなんかすごいことやってんだな、余計なことというか。ほう、増えないね。あ、これは足りねえやつだ。わかった。あー、 3.5 秒、5秒、これが取るか。上かな。じゃあここですか、レンガ用。あれ、レンガってピンク青。あ、これ弾けるやつだから入んないのか。あ、入るじゃん。そうなの。いやいやいや、ちょっと待ってね、これ上じゃねえ、やっぱりここな気がする。電気炉、電気炉くれ。電気炉どんどんなくなっていく。電気炉を材料に使うって結構危険だよね。電気炉、あ、50個持ってたわ。こうなんの。そうか、取っちまうか。一回取っちまえ。いや、今取っちゃうと滞るんだよな。わかった。結局こうなんのか。縦だな、だからロボット絶対に必要なのがここ。こんな感じのやつがまず必要だよね。おっと、あんまり場所良くなかったな、これもな。全体的にずらさないとまずい。で、これを取っちまう。で、おそらくここに縦に並べた方がいい。ここも多分なくなるから、まあ、こんな感じのやつを並べておく。よし、さあ、じゃあこれをやるぞ。どういうのがいいんだ。まず材料は呼ぶ系だよな、これで。石300ぐらい。いくつやってる、あっち。504で余るぐらい。まあ300でいいか。これでいい気がするな、もう。っていう感じだよね、俺。出して、だからこうなって、こうすればいい。パッシブ。ほう。うん。これをどんどん足していく。どうなってんだこれ。ちょい待ち、こうか。12個、12個置けんだよな。こうか。はいはいはい、置けた置けた。来るかこれ。こう、こうなります。右向きになってる。分かりづれえな。いってるよな、出せてるんだよな。本当はね、これもう一個一マス右が開けてベルト通せればアームがもう一個増えたんだけど、まあなんとかなってっか。出せてねえな。こうか。あ、全然出せてないね。さすがにマジか。4つごとに箱1個とかそんな感じ。2個ごとに箱1個。まあとりあえずこっち取っちまうか。
さらばじゃ。箱に入れちまうか直接、ベルトと地下ベルト、これブラック、ブラックは抜くのか、この辺ちょっと毎回勘違いするんだけど、ホワイト取っちゃう、ほい、で置いて5マスぐらいでいいんじゃねえかな。ほい。ここ。オッケー。よし、で、ピンク入れようか。青入れちゃったけどさ。なんかあったっけ？モジュールだけ出すやつ、毎回言ってっけど、ねえんだっけ、ねえんだよな、ねえんです、はい、取るか、設定いらねえからな、炉の場合はもう取っちゃっていいのか、この方が早いんじゃねえかっていう、ほい、ここ置いちゃったよ、ほい、ピンク、こんなにいらねえんじゃねえかっていう気もするけどね、まあまあまあやってしまえ、 OK だ。さあこれでレンガが足りるようになったでしょう、さすがに。となると電気炉増えるでしょう、さすがに増えないでしょう。あ、そうか、だから何回も言ってるけど、これ倍にしたから、あ、違う、電気炉こっちだよ電気炉こっちなんだよ。青ポの材料倍にしたけど大丈夫そうって話だ。わかったわかった。で、電気炉意外と来ねえ感。あ、レンガが来ねえな。おっと待て、これで足りねえなんてことねえよな。あ、そっか、個数の話忘れてたな。待って待って、レンガ10個使う、電気炉は5秒でできる、レンガ10個使うということは35秒かかる。となると電気炉1個に対して単純計算だとレンガ用の電気炉7台必要ってことか。あ、合ってる？ 5 秒と35秒だね。7台だ。7台か。そうか。青だな、これ。ああ。石余ってるし。ホワイトリストの電気炉、はい。青だったか。青入れれば足りるかな。レンガだから、やっぱあんだけたくさんレンガを作る電気を置いていたのは初期の方では正解だったのか。主にコンクリ用だったんだけどね。そうかそうか、ちょっと回した方がいいかもね。これ遠いんだよねこいつらね。これ今のところ全く動いてないんだよな、モジュールの無駄。あ、だからあれだよ、コンクリ置けって話だよ。コンクリ置きなさい、これだ、ウェイ、置くのだ、はい。さあどうだ、レンガ足りるかい。青モジュールが足りない。
りねえ。ちょっと待って、まさかの2列これ、レンガ用2列な気がするね。どこ？大丈夫？ OK？ お、消えたね、ここ。すげえいる。撃ってやれ。はい、連打連打。いったいったいった、素晴らしい。あ、意外とやっぱベヒーモス強いね。一撃で倒れねえ。でも動こうとしねえ。まあいいか。はい、でスピードモジュールをゲットして、ここにこの電気炉に入れたら、これをもう一個コピーしようか。上にね、電気炉大変だったんだね、作るの。あれ、レンガがあんな足んねえとは思わなかったよ。でここは赤は大丈夫なの？赤増えないね。ロケットサイロなんだかんだで打ち上がってるね。っていうことは白ポー足りてるんだ。足りてるじゃん、10万下回ってんだ。そうなんだね。おお、10万だ、素晴らしい。なんだかんだで打ち上げてます。で結局あの青ポーが当たんないせいでさ、ほとんど動いてなくね、これ。ちょっとこれはダメなんじゃねえか。これ暗いところ動いてないってことだよね。よし、ちょっと撮ろう。なんか愚かなことばっかやってんな俺。足りてないですね。はい、でこの青を使ってレンガを増やそう。青、ほい。さあ、じゃあしょうがない、これをもう一個か。こうです。ほい、よっしゃ。さあ足りない、俺いっぱい持ってんだけどな。ちょっとここにいようか。さあ各地の様子を見るぞ。ここら辺は相変わらず。ああ。青は足らない。ピンクは足りてるような感じだけど。返すは少し。100枚なんだよな、読んでんのが。で、ここ用のロボットがなくなった？まあでもロボット台数が足りないってことはねえだろう。で青ポどうですか、溜まってきた。あ、でも研究動いてなかったよね。紫だ今度は。ここ、あ、だから電気炉だよ。電気炉の台数も足らない、レンガも足んないけど、これも増やした方がいいのか、もしかして多数の回足らんのかい。あれで電気炉ある、エンジンある、組めた時余裕だわ。あれ、ちょっと待って、アーム来ねえぞ今度は。ロボットがないせい、アームがないなんてことはないよな。アームあります。あれか、コンクリ設置したんだな俺。それで後回しになってんのか。来た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 よ。はい、ああ、でレンガどうですか。え、嘘でしょ、
これで足んない？増えてかないね。うわーマジ、これもう一個？材料は？石ある、ガンガン作っている、出せてるし、マジかよこれ。どうなんだ俺、作られない。レンガ、あ、増えてきた。大丈夫そう。赤かね、今度こっち赤か、分かった。赤ね、赤さ、じゃあさ、コンパクト化やってさ、今これ1,2,3,4,5,6 だけどさ、8にしよう。どうやるといい系だこれ。うわ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 、青は？あれ俺これ減らさなかったっけ、こうやって。はい、まあいいか。赤がまあないんだもんね。いやーこれ結構苦労してやったんだけどな。ダメ臭いね。242でしょ。いやどうしようか。ずらし系でね、ジグザグでやると多分6レーンじゃなくて8レーン置けると思うんで、それをやるとするとベストな形というのがあるはずだ。まあいつもの形があって、材料が3種類なんだよな。結局こうなる？これしかない？ロボットがまたえらいことになりそうだけど、止まった。あ、まあここがなくなるまでか。いやーでももうここロボット呼んじゃってんだよね、緑基板とかをね。今更だよな。だからこれでもうドシンプルに、で赤だからまあ一列ぐらいにしてでいいんじゃねえかっていう気がするね。100倍ぐらい、200、400、200、200、400、200、これでいってみるかい？マジか。これなのかな？なんとも言えねえが。ロボットどうだい？余裕ある？あんまりないね、物流の。いやーどうしようか。これもな、余ってるところ余ってんだろうな。ここのロボやべえか。ロボット3列ぐらいいるかもな、ここ。まあそれはまた後日考えるとして、まずこれやっちまうか。それが一番いい気がする。ドシンプルになった結局。これだね、やってみっか。よし、ほい。電柱が、こう、こう、ここか、こう。よし、取っちまうぞ一気に。うわーっといって
ってしまえ。はい、頑張って。またえれえことになりそうだぞこれ。コピーしてこれも取っちまう。はい、やばい、俺のとこ来るな。さあ、じゃあここがなくなるまで他のところを見てこよう。これとりあえず一回全部止まるね、生産が。で、研究が進められておりませんね。何ですか？紫です。電気炉ですかね。単純に足んない、これもう台数が。でも黄色は足りてんだよな。紫のボトルネックのせいで止まってるって感じ。14秒で2個でしょ。で、青の2個多いから多分青より早いんだよねこれ、紫の方が。ただ材料がねえのか。やっぱあ、これ今赤基板です。そうそう、だから赤基板をちゃんとやれば来るはずだ。そう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 、レンガは溜まったよな。もう5000個あるので、赤基板さえなんとかすれば研究も始まるはず。ということで赤基板をちゃんとやろう。